カントカントとは、軌道や道路の曲線部において、外側のレール、または路面を内側よりも高くすること、またはその高低差のことである。道路の場合には、横断勾配や、肩勾配、バンクとも呼ばれる。カントを設けることにより、通過車両に作用する重力と遠心力の合力が、軌道面の線路中心に対して垂直に近い角度で、 刺すように作用することで、超過延進化速度を打ち消すようになっている。これにより、曲線を安定して通過できるようになり、また乗り心地が向上する。カントの量は、曲率半径と通過する車両の速度によって決められ、半径が小さいほど、また速度が大きいほど、大きなカント量が必要となる。また、半径の小さい曲線では、 最大限の関東を設けても高速で通過する列車に対して関東不足が生じる。特殊な気候により車体を傾斜させることのできる振り越し機車両を導入することで関東の不足を補い曲線区間の通過速度を向上させる例も見られる。関東量は連続的に変化させなければならないので直線区間と曲線区間の境界や曲率半径が変化する場所では 緩和曲線区間で徐々に関東を大きくする。S 字カーブなど、緩和曲線を十分に取れない場合は、関東の不足や超過が発生し、走行安定性や乗り心地が損なわれる。速度の異なる列車の走る路線では、通過する列車の平均速度を算定して、それに見合う関東を設定している。そのため、この平均速度を上回る、高速の列車に対しては、関東不足、 この平均速度を下回る低速の列車に対しては、関東超過となる。古くから、ある路線では、昔の低速の列車に合わせて、関東が設定されており、列車の通過速度向上に伴って関東不足となる、ことが、あため、関東量を引き上げて、路線の最高速度を上昇させる工事が行われる、ことがある。関東には、設定関東量と関東不足量があり、 設定カント量とは、曲線を通過する列車の平均速度で設定されたカント量であり、その上限である最大カント量は、車両が曲線を低速で通過する際、曲線の外側からの強風による転覆防止と車体の傾斜で乗客が不快感を呼び、不安感を覚えない乗り心地の面から限界があり、JR の場合、新幹線、標準機では 180mm、 実際はそれ以下の方が多い、在来線、狂気では 105mm、標準機施設では 150mm とされており、西欧の標準機の場合は150から 160mm としている。カント不足量とは、曲線での最高速度に対応したカント量と、曲線での平均速度で設定された、設定カント量の差であり、設定カント量の平均速度以上を超過すると、 感と不足による超過延伸化速度が働いて、安全性や乗り心地に影響を与えるため、上限があり、曲線での遠伸力と重力の合力の作用点を、軌道中心から軌道間、線路の間の長さの1、8以内、安比率4とした場合では、在来線の強気で 100mm、標準気で 150mm となり、新幹線で 90mm としている。 乗り心地による左右加速度の限界は 0.08G、時速 2.8km、セックが目安としているため、これをもとに関東不足量を算定した場合では、車両の枕バネなどのたわみを考慮した余裕を見込む、必要がある目、現行規定では、狂気在来線での一般車両で 60mm、一般の特急軽車両で 70mm、 振り子式特急軽車両で 110mm、新幹線で 90mm としており、安全性の制約により、低めの数値となっている。その他にも、カントによって車両が傾くため、風による車両の転覆の危険が高まる。カント不足の場合では、内側の風、カント超過の場合には、外側の風により、安全比率が低下するが、後者の方が危険になる場合が多い。 また、関東超過の場合の外側の風による車両を転覆させようとする力は、超過遠心力と重力分力の差の項、振動慣性力の項、風圧力の項の合成力になる。また、転覆に対する危険の限界値は、停止時では安全比率で1.5、通過時には安全比率で1.2となる。関東付きの曲線では、直線区間と比べ車両から線路にかかる力が、 大きくなるため、より多くの枕木やバラストが必要になる。また、何らかの理由で、関東量の高い区間に列車が停止した場合に、吊り革などをつかめていない立ち席客が倒れたりする、トラブルも、時々ある。曲線に設定された関とは、曲線外での緩和曲線では徐々に減少させると、とも緩和曲線の曲線半径を徐々に大きくさせる、必要がある。それにより、 車両に働く曲線での遠心力をカントと釣り合わせることができる。また、在来線の場合の曲線のカント量は、規定の制限速度に対応したカント量より、低めが多い。これは、直線から曲線までに至る緩和曲線によりカカ、カントが抑えられ、曲線でのカント量を大きくできないためである。緩和曲線の長さは、線路等級により異なるが、軸重抜け、 前抜けを避けるためと乗り心地の悪化防止のため、カント量の400の1000倍としているが、この倍率は、車軸の軸距、固定軸距が長い二軸貨車での場合であり、車軸の軸距が短いボギー台車を使用している、電車専用線では、この倍率は低く抑えられる。ローラーコースターは重力で動くため、その車体は動力が不要で軽く、 レールをローラーが挟み込む構造が可能となっている。そのため脱線、横転の大きないローラーコースターは関東を増やして曲線を高速走行することができる。一方、スリルを求めるローラーコースターでは逆関東を取り入れたものも現れている。自転車競技場ではロール軸の確躍度を最小化するために横断勾配の規定を含むマッコーネル曲線等の 緩和曲線が使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。